兄の影響で兄の背中を見てかっこいいなと思って始めました。6歳の時です。で、今年で13年目になります。稲沢ドリームジュニア、厳しい練習の中でも楽しさがあったり、その中でも上の方に行けたことが思い出になります。稲沢南部中学校野球部です。東海大会に出場できて東海ベスト8になれたことです。兄が校区の野球部だったということで、兄の背中を追ってきたので兄に追いつきたいっていう思いで校区に入りました。先輩らが迫力があって怖かったんですけど、いろいろ教えてもらったりして、その中で自分が成長したと思います。個性が豊かで団結力あって強気でいけるところがチームの特徴だと思います。どのプレーも丁寧にやることを意識しています。県ベスト8です。